ご無沙汰しております。あ、お疲れ様でございます。お疲れ様です。はい、小森さんにちょっとお時間を作っていただいて、はい、一番聞きたかったことがあるんですけども、はい、今年 JB の一番トップカテゴリーが全線、はい、キャンセルということで、まあ、このコロナの、はい、状況でということになりまして、はい、トップトーナメンターの人は今どう感じているのか、考えているのか。そうですね、今はこう僕はこういう格好みたいな通り、まあ、夏を楽しんでる、余暇を楽しんでる感じですけど、いや、それ冗談で、まあ、正直聞いた時はもう頭真っ白になりましたね。多分言葉にできないですよ。なんで、まあ中止になるだろうっていう予想はしてたんです。これ本音を言うと、やれるのかっていう、もう九州から僕ら試合しないで帰ってきてますから、そういう背景を考えると受け入れてくれるとこがあるのかどうか、このコロナ禍で全国からよくわからない人たちが来るわけじゃないですか。僕らは自分のことは自分で身を守るために一生懸命手洗いうがいと、それから感染するような CUL のところには行かないようには努力はしてますけど、それだって一人一人トーンが違うし伝わらない、こんな状況でできるのかっていう不安はあったんで、まあ、正直できないって言われた時に今できないだろうと思ったんですけど、反面今まで二十何年間トーナメントを休まずずっとやってきて、まあ当然やりながら辛い時もあったんですよ。今年は休みたいなとか、1年でいいから休ませてほしい、仕事をちゃんとして生活を軌道に乗せてからやりたい、それをでも休んだら終わりだっていうのが実はあって、よく、まあ、大切な直しからとか1年間休んでるとか言うじゃないですか。なかなかそれができるのは若いうちですよ。ある程度年取っちゃうと戻ってこれないと思うんです。で、無理して突っ走ってるから走れてるんであって、止まったらそこで息絶えちゃうと思うんですよね。多分競技ってそういうもんだと僕は思ってます。なので休んだことがなくて、まあ、今回みんな一斉に止まりなさいってなってしまったことで、正直そのトーナメントに対する気持ちもモチベーションも切れてないんですけども、今年1年に関しては、まあ、なかったことにしようまあ来年2020年プラスで始めようきっとね、まあ、ちょっとその競技のランクが違いますけど、オリンピックのアスリートの方とかもやっぱりモチベーション高めていって、今年に対してっていう気持ちがある中で、まあ、やっぱりできないかっていうことで、まあ来年っていう仕切り直しをできる方って、まあ、まだ余裕のある方だと思うんですよね。僕はまあ余裕がある立場なんですけど、本来ならでもやっぱりそこの余裕を持っちゃうと試合の結果出てなくなるんで、まあ、日々毎日トーナメントだと思ってここまで積み重ねてきてトーナメンターをやってるんで、まあ、これはもうなかったことにしようと、来年も2020年一からやり直しってまあそこで一回切り替えましたね。まあオフシーズンにできることを今年は、魚釣りをしながらオンシーズンにできる。僕だとどうしてもプロモーションができないじゃないですか、魚あんまり釣れないから。で、冬の亀山ばっかりこうプロモーションの場に使っちゃってるのもあったんで、今年はいろいろできるなと、ちょっとしたフィッシングシーンを人に見せれるな、トーナメントないですから、シークレットじゃないから、そういう意味ではプラスに考えられるなとは思いました。だって競技に関してはまあ戦えないっていうこと、それからまあやっぱり年齢のことを考えると、僕も年々やっぱり体のどっかが悪くなっていく。で、まあ、今年はここが悪いからここさえ抑えとけばいいと思ってても、来年またどっかが悪くなるかもしれない、まあ、そういう年齢になっているんで、そのベストパフォーマンスがあと何年できるかわからない、まあ、もちろん僕より年配の方でやられてる方もいっぱいいるんで、あんまり失礼なことは言えないんですけども、まあ正直僕もいつこう、あ、ちょっとしんどいわって思うかもしれない。そうなると今年はものすごく心技体充実したスタートを切れてたんで、バサオールスタークラシックから、まあ続けたかったな、やりたかったなと、あの勢いって、あの自分はやれるんだっていう気持ちのまま試合に入っていったら、みんなきっと俺のことは怖くなるだろうなって思ってたんです。まあ実際、まあ選手はきっとバサクラの生放送を見てくれて、やっぱこの人怖いなって思ったと思うんですよね。戦う選手はそのまま試合に入れると有利ですよね、うん、そういう気持ちだったんで、ちょっとまあ止まっちゃったなっていうのは残念だと思ってます。うん、あともう一点あるとしたら、そのトップカテゴリーだけなくなってしまったっていうのにすごくまあ残念に感じていて、まあ、トーナメントが仕事っていう、まあそのではちょっと言い過ぎなのかもしれないですけど、トーナメントが仕事っていう方も結構いるじゃないですか。まあ、それがまあ実際見せるトーナメントとしてはやっぱり
JB のトップフューティーっていうのは、まあ、メンバー、それからレギュレーション、そういったのも全部ひっくるめて、まあ、かなりもう成熟したトーナメントであって、見てもらうのに十分そのフォーマットをしっかりしてるわけなんですよ。まあ、そこが見せられない。で、株大会、株組織はその NBC まで含めやってるわけだから、ちょっとそこを一番上見せられないっていうのは、ちょっとトーナメントはやってるけど参加する側の立場はいいけど、伝える側の立場でトーナメントって面白いぜっていうのを伝えることが、まあ、ちょっと停滞しちゃうなっていうのは残念かなとは思ってます。まあ、ただそれも本部の判断にはそのなるほどと思える面もいっぱいあるんで、まあ体制が長くなるとか、あとは全国から集めてる、それから年配の方が多い、まあいろんなこともあって、まあやっぱり休むべきなのかなっていうタイミングでもあったのかなと。ただまあこのコロナ禍の中、世の中の人がみんなやっぱり不都合を受けてるわけで、まあそれに関しては自分がすごい不都合を受けてると思わないので仕方がないかなとは思っております。エンドユーザーとしては、でもここで立ち上がったコンクルージョンがいよいよ、まあトーナメント始まっちゃうとなかなかプロモーションとか商品構成とか、はい、オフシーズンにやらなければいけなかったはずのことが今このハイシーズンに全力でできるのかななんて期待しちゃうところもある。そうですね、そのまあただ僕もやっぱり二十何年間トーナメントやってきてるんで、トーナメントをやりながらそれをやっていくっていう、まあ下準備を二十何年間やってきて、まあ今年は去年ぐらいからかな、それまあうまくプロモーションと試合っていうのを並行してやっていけるなっていうちょっとビジョンがあったんで、それが逆に誰もやらないことかなって思ってたんですよ。トーナメントに偏る人はやっぱりメーカーの仕事大阪になってほしい、逆もしかりですよね。やっぱりメーカーの仕事やってるがゆえに試合もこれで釣りたいって言って成績落とした人もいるじゃないですか。まあその試合である以上負けたら言い訳なんかないんですけど、まあそれもやりながらなおかつそのプラスアルファもよく、その新しいことやるとすると試合の成績が落ちる的なことを言う人いるんですけど、僕もともとベースがトーナメントでメーカーと契約し、ベースがトーナメントで物を始めてるんで、今まで成績落ちたのって今のバスボートに変えた2011年だけでも、メガバスと契約した2012年も年間タイトル取ってるし、常見さんと契約したエンジンに入った年もやっぱり2018年私針が出るタイミングでオールサー買ってますし、何かを始めるときってね、結構フルーが来たときもそうですよね。結構僕はうまくトーナメントの中にそれを取り入れて、うまくそのスケジュールも含めてこなしていけてるんですよね。なので、まあ、コンクルージョンもトーナメントの中でやっていくと、もっと輝きが増し、なおかつそれが成績につなげられるっていうコンテンツだったのは間違いないので、まあ、そこはちょっとプロモーションは充実してできるんですけども、すげえなっていうのをもっと見せれたなと思ってたんですけどね。はい、あと気になるところは、はい、ちょっとトーナメントと違うかもしれないんですけど、はい、来年主要な展示会がほぼキャンセルという風になって発表があるので、はいはい、そこについてはどんな印象で。そうですね、これに関しては仕方ないですね。だいぶ前から決まってる話なので、展望できないだろうっていう、そのもと1年先の予定までもう出てしまってるっていうのは、逆に言ったらありがたいかなと。メーカーさんもそこに当てる予算をプロモーションに生かすことができると、当然バスプロとしてその舞台で喋る以外のことでやっぱり仕事が回ってくる、まあ、仕事が入ってくるってすごく大事なことなので、仕事いただけるっていうのは大きいし、で、まあ、その賞がなくなった分見せなきゃいけないところっていうのが、まあ、各々の SNS であったりとか各々のプロ活動っていう部分、逆にそこを見てもらえるっていうのも大きな面かなと思ってるし、まあその大きな舞台での賞はなくなったけど、まあメディアさん、雑誌を使ったその紙面上でのフィッシング賞的なものができるわけじゃないですか。でそういったものがあれば、またそういったところで活躍すればいいし、そのイベントに賞に関してはまあ別に僕はそこでほどまで残念かなと、まあ参加する側だったらね、すごく残念かなと思うんですけど、商品を説明する側として見てれば他にもチャンスはあるなと思っているので、そっちをぜひ見てもらいたいなと思ってます。はい、今、はい、その久しぶりに小森さんと会ったので、はい、いろいろコンクルージョンあるじゃないですか、はい、ハリからサオから、はい、ルアンからから今だいぶ、あとアパレルもだいぶ充実してきて、はい、直近ここあと3ヶ月ぐらいだ、
うなぎさんいただきます。いただきます。いい色だ。まあ、僕猫舌だから責任をしてあげる。はい、すごい。あ、すごい。飯食った後にでもうなぎいけますもん。はい、別腹なの。やっぱ沈むときにバックスライドじゃない、まあこれちょっと軽いネイルシンク入れたらバックスライドするんですけど、バックスライド目的じゃないんじゃないんですけど、ストラクチャータイトルを落とせる。わかりづらいんですけど、中にちゃんとコンクルージョンって抜き入って、こうなってるんですね。でこのジャギの顔みたいなところから、はい、うなぎ食ったらうまかった。